集団自決。え？不思議。大<え>第百巻。<laughs> 曲がるとこまでこう外外側に引っ張って。何これねこれねこれ何？これ何？何これ？オリジナルストレッチ。ああ。ちょっと痛い痛い痛い。もう痛いはもう。 じゃあ今日はまだちょっと事件の話聞きましょうかあ下駄子の事件簿まあ有名な話ですけどねいやいやでも知らない人もいますまあそうそうそう結局ねんかほら前もなんかほら例えばブルーノのねチンパンジーの話はしたけどあれもめっちゃ有名なんですけどでも結構コメント見たら「初めて知りました」ってもおられたりとかするのねだからちょっとお話しようかなと思うんですけどじゃあ今日はカルト宗教の話しましょうか。 これもめっちゃ有名ですめっちゃ有名ですけどもジョーンズタウンはいこれタカさん知ってますなんか結構ドキュメンタリーとか映画みたいな知ってんねんけど詳しくは知らんああそっかうわっとは知ってるああまああんまりねめっちゃ詳しく喋ったらすっげえ長なるんでまあゲタ的にギュッと押さえた感じでちょっと話しようかなと思ってるんですけどアメリカ ジム・ジョーンズっていう人がまあ海藻って言ったらええんかなそうのう人がやり始めた宗そ開いうやつなんですけどもまあそうやな僕の中でここはポイントっていうのがこのジム・ジョーンズさん実は政治家の人とすごいつながり持ってるんですよへえそれで要は国から公的に資金もらったりしるんですよほうほうじゃあ支持者が政治家におったん もしくはそのジム・ジョーンズさんがものすごくその達者でっていう可能性もあるんですけれども<ー>だからかめるうかそう結構そういうまあ大きな力のあるところとですね、うん、すごいつながりを持ってたりとかで、うん、メディアにもバンバン出てたりとか、うん、だからこれね日本でいうところのそのオウム真理教、うん、オウム真理教もすごいバラエティー出てったじゃないですか,でなんか面白いねそい宗教があるみたいな感じで、うん、だから あのアメリカでもやっぱり過去にそういう感じでちょっと痛いなあってるんやなってなでそれでまあメディアとかにもまあすごいね取り上げられたっていうのがまあそのジョーンズタウンというね、うん、でこのジョーンズタウンタウンっていうことだけあって、うん、要はあの信者だけのまあコ,ミコミュニティですよね街、うん、を作ったんですよ。うん、でジョーンズさんが作ったからジョーンズタウンっていうところなんですけど、うん、これねあのまあもともとアメリカでやってたんですけれども、うん、やっぱりそのメディアに出だして。 ちょっっっとおかしいなななててきたんんですよみこれもだから日本でいうところのオウム真理教徒と一緒なんですよ、途中からちょっとおかしいなってなってきたじゃないですか、暴走するなんかおかしいよなっていうふうにいろいろ露呈してきてでそのジム・ジョーンズ人民、寺院も当然のことながらちょっと圧力かかってくるんですよ、ねこいつらほ大丈夫かみたいな、おかしいなみたいな圧力かけられてで最終的にガイアナっていう国に行くんですよ。ガイアナ でそこでガイアナからですねまたその公的な補助を受けて、うん、でしかもガイアナの3000エーカーっていうか相当広い、うん、まあ広大な土地なんですけど、うん、そこをあのガイアナからですね借りれるんですよ。うん、借りれるんだよ。それね借りもうあの貸し与えられて、うん、でそこでジョーンズタウンを作っていくんですよ。うん そこのジョーンン、ズタウン最終的にですよ一番人数人口多かったので、うん、1000人近くええー、すげえ結構すごいでしょ、うん、1000人ですよ規模がちゃうのそうあの文字で町なってるんですよ、うん、っていう感じ、うん、で、えーとまあ、これも一応ポイントで言っときますけれども、うん、一応、えー、どちらかというとマルクス主義的な思想を持った宗派って言われてるんですよ そうね、マルクス主義っていうのはカール・マルクスっていうあの資本論っていう本を出した人なんですよ。資本まあ資本主義はダメだ、うん、これはこういうなんか悪いところがあるっていうのを出したんですけどそれで要はその、まあ、旧ソ連とかを筆頭に要はその共産主義社会主義の国ってこう世界で作られたじゃないですか。でいわゆるその社会主義だ資本主義に対してアンチテーゼを 行う感じのの思想団体なんですよ<ー>だから自分たちでその町を作って平等な世界を自分たちで作ろうみたいな感じのコミューンを作っていく。人、うん、民人を人民陣営っていうふうにやっていくんですけども、うん、まあ,あの当然のことながらじゃあそこでも法律っているじゃないですか、うん、ルールねルールとかあるじゃないですか、うん、で当時、うん、当時はですよ例えばその死刑みたいなのは、まあ、なかったっていうふうには言われる、うん、当時ね。うん、ただその代わり、うん、あの子供を 井戸の中に落として、うん、一晩中置きっぱなしにするとか<う>えと逆さづりの刑とかをなんかやってたそうなんですけど罰として結構えぐいなと思うんですけど、うんまあ、そういうことをやりつつも、まあ、一応ある意味平和に表向きはやってたんですよ。うんうん、で最初の頃は確かにちょっとこの理想郷みたいな感じだったんですよ。うんうん みんなで働いて畑耕して自給自足して、うん、で、娯楽の映画を見てみんなで楽しむみたいな、ブエブエその、娯楽の映画見てみんなで楽しむみたいな感じでやってたんですけど、うん、徐々に徐々にやっぱりこうおかしくなっていって、うん、最初例えば普通の娯楽映画見てたのが、うん、禁止になってきてですね、うん、まあ例えばそのソ連のあの、うん、まあちょっと社会主義を称えるような、うん、まあまあソ連じゃなくても、まあ社会主義を称えるような、えー、ドキュメンタリー、 うん、なやつとか、えー、資本主義がいかに悪いかみたいな感じのやつとか、うん、そういうのしか見れなくどんどんなっていくんですよ。政治色が強くなっていくでだちょっとなんかこの辺でおかしくなってくるじゃないですか。うんうん、自由がなくなっていくのそうなんですよ。うん、で、やっぱりその中でも、 信者の中でもねちょっとおかしいなっていう人出てくるわけですよで信者って言っても夫婦がいてその子供がそこのジョーンズタウンに入ってるとでお父さんお母さんもやめとけと思ってるみたいなでもこの子は信じて行ったでもあれおかしいなと思うそしたら家帰りたいじゃないですか帰りたいんですけどジョーンズタウンめちゃくちゃ武装した厳重な警備員がずっとパトロールしてるんですよ怖っ出られへんくなってんですよねだからこの辺で あ,のある意味ですよ、リアルミッドサマーですよね。うん、<laughs> ちょっとやばいでしょ、監視があって出られなくなっていくと、うん、でそれでまあ、まあ、ちょっと省きますけど、うん、まあやっぱり中でだいぶやばい、でも逆らったらやばい、うん、だから誰もこう逆らえなくて、うん、っていう状態が続くんですけれども、うんえー、やっぱりそのアメリカの方でも、やっぱあそこおかしいなっていうのがどんどん出てきて、うん、で、政治家の人がね、視察に来るんですよ。ははい、はい。 でそのえっ、ー、とね議員さんでレオライアンっていう方が a、えーえー、実際にそのジョーンズタウンをまあ視察しに来るんですよ、ねうん、でそしたらまあその信者の人へ幸せですか大丈夫ですかって言ったら、うん、あはい幸せですってみんな言うんですよ、うん、すごい言うんですよ、うん、でもその隠れて実は信者からですね、えー、メモを受けてるんですよ<う>パッと<う>そしたら助けてくださいっていうメモやだと<ー>それでやっ やはりここおかしいぞってそのレオ・ライアンさんは思うわけですよね、うんえー、でこれはもう報告せんととこれもう何かすごいおかしいことになってるって言って、うん、で報告するって言って飛行機に、ね、帰りの飛行機に乗り込もうと思ったらえー、えっ、ー、めっちゃ攻撃的やんそうそのジョーンズタウンの人が銃撃してレオ・ライアンさん亡くなりますえー、バレてたんやそうなんですよ でこれをきっかけにもう、もいよいよもうばれるじゃないですか、絶対やばいって、うん、でばれるわけですよ、うん、でそのジョーンズタウンも、もうそこからもうあの完全に衰退の一途をたどるというか、うん、まあもうあの言い訳できなくなってくるんでしょうね、えー、うそれで、で最終的にどうしたかというと、集団自決。えっ、1000人、あのー、これ、まあ、数、なんかいろいろありますけれども、<ー>大体900人ぐらいあでも、まあ、当時だから全員。ほぼやな。 あのそこの中の動物とかもなんかもうってるっていうふうに書かれてたりするんですけどもまただこれもねちょっとえぐいんすよえぐいんすよこれも一説ですよああのまみんな住んでるんでまあ当然子供もいるわけですよねでその両親もいるんですよね両親と子供みんなそこのまあ信徒としてですねそこにいましたじゃあみんなでもうあの えとね、革命的な自決なんかそのこと言われてるんですけど、うん、じゃあみんなでもうあの行きましょうみたいな,ほうほうなんかそのテープ残ってるんですよほうほう最後の演説のみんながバタバタと亡くなっていく中、うん、演説してるジム・ジョーンズの音声実は残ってますこれ<ー> <laughs> ちょっと怖いんですけど、うんまあ、その時にこれ,これも一説ですよ、うん、あの子供から死なせたっていうふう,いう,いう風な説があって。 そなぜかというと、うん、子どもを先に全部毒殺なんですよ。服、うん、毒でみんな死んでいくんですけど、うん、その時に子供を先に行かせることによって両親がやっぱりもうそれでもう完全にもうこのように見れで絶望することによって両親も生きやすくなるからっていう、うん、そういうことをやった、えー、宗教団体の話ですね。いいいななジジムョーンズはは人人やばでですか、うん、900人はきついででも言うて 一応その集団自決って言われてるけど、うん、ぶっちゃけ、うんまあ、ほんまに信じた人もいると思いますよその中にも。はいはい、でも結構な数の方が、うん、その逃げられずにそうなったっていうのもやっぱあると思うんよねあそうかね、うん、まあこれ、まあうん、ドキュメンタリーとかね、うんえー、なってるんで、まあ、これ知らなかった人は、まあ、興味ある方はぜひ見ていただきたいです、うん、もっとあの詳しくいろいろ言ってますからね。っていうような話。 すごい有名な話ですけどちょっとドキュメンタリー見たなってきましたねあ本当にあよかったまあねあのこんなん全然足りてないですもっともっといっぱいあるんですけどまあだからそのうちね要約してね要約してやってますけどだから本当に田中タウンをねそのうち作っていただきたいな田中タウンはもうルールないからねせやんフリーセックスせやんマジであのおみくじで式場に気をつけてほらもう出てるやん式場が。 前に出だしたね、式場。前に、ね、自分から言うてるよ。おっさんばっかり集まってる。おっさん、おっさんたちが、わーって。じゃあ、ということで、本日も、オカルトコレクター田中俊幸と、ゲタ花尾でした。ありがとうございました。曲が <laughs> るとこは、